今日の台所錦市場でお買い物をプロのおすすめ、今回は、おばんちゃんの山田氏屋さんに伺いました。こんにちは。こんにちは。はい、まだまだ暑い日が続いています。はい、はい、夏おすすめのお茶、今日は伺いたいんですが、よろしくお願いします。はい、はい、まずはこの本当に山田氏屋さんの名物おばん茶、はい、料理屋さんのおばん茶、これはこう冷たいおばん茶にどんな風にしたコツなんかありますか？一度熱いお湯で出していただいてから冷まして冷やしてもらうという風にしてもらうと香りがよく出る。はい、ということは水出しとかにすると香りが出ないんですよね、はい、あまり。はい、だから必ず沸騰させたお湯に、そうですそうです、夜間とかにお湯を沸かして沸いてから葉っぱを入れる、入れたら今度炊かない、はい、すぐ火止めていただいて出るまで待ってもらうと。でちゃんと出たらあとはもう粗熱を取って冷まして冷やしてもらったら結構です。はい、もうそうなるとあまりつけすぎずにお茶葉とはさよならするっていう感じなんでしょうか？そうですね、あんまりつけてると色がすごく出るんで、はい、ちょっとまあ、程よいところでということですね。はい、わ、はい、かりました。そして、はい、こちらが水出しにも良い香ばしい煎茶、これは夏の商品。そうですね、まあ暑い時期だけちょっと作ってるんですけども、はい、基本的にまあ煎茶なんですけど、普通に売ってる方の煎茶を使っていただいて水出しをしてもらうのはもちろん構わないんですけれども。出るでしょうかね、お水で。出ますよ、はい、一晩ぐらい冷蔵庫でつけていただくっていうかね、そういう形をすれば出るんですけども、やはり水で出すと香りが薄いと、そこでちょっとだけこう火入れっていうんですけど、ほうじきにかけて微妙に香りをつけていると、それを原料にしてちょうど1リッター用のパックに詰めて、それで使いやすくしているっていう感じです。はい、はい、この小さなワンパックで1リットル、そうですね、の水出しのお煎茶ができる。そういうことです。いや、いいですね。はい、プロの味っていうことですね。そうです、もう微妙な加減、微妙な加減でやってます。はい、わかりました。これでもう夏過ごせそうです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。